日本財団海と日本プロジェクトザワザワ高校海の未来を変える哲学新学期から司会進行を務めますフリーアナウンサーの佐橋ひかですよろしくお願いします,しますそして学級委員長の堀潤さんですよろしくお願いします、はい、皆さんはじめまして あの堀潤と申します僕はもともと NHK にいたんですけどフリーランスになりましてでいろんな各現場の取材をして回っていますで特に今日本はいろんな課題を抱えています、えー、少子高齢化であったりとか産業がなかなかうまくいかないとか特に若い働き手がいないとかでもこの国には豊かな自然がたくさんあります、まあ、特に海に囲まれたこの地域には様々な宝物がたくさんあります ででもちょっっと弱ててきてるんですよね海をどうやって維持するんだ海を誰が守るんだ海の資源をどうやって豊かにもっともっと増やすんだってみんな大人たち悩んでますなので今回は若者たち皆さんと一緒にどうやったらこの海が私たちも一緒になってもっともっと豊かなものになるのか考えていきたいなと思っています。で僕は普段から大きな守護よりも 小さなをを大大切切にししまませんかってていいいいう話をしています海、ね、海が好きはですよねでも海ってそもそもなんだろうとか人が大切って言うけど大切って具体的にどういうことなのってだからもうちょっと小さな主語で語るでどんなアクションをすればいいのかっていうのを一緒に考えたいと思いますついこの間まで僕はあの今戦争が続いているパレスチナで取材をしていましたでこの 高浜と同じように目の前に穏やかな海がある地域なんですでも戦争が続いているでみんなその穏やかな海を眺めながらも破壊された街の中で途方に暮れるそんな日々を暮らしてましたでもつながってる海だからひょっとしたらパレスチナ人たちとも我々とも同じような価値観を共有できるかもしれない。でここからね 高浜の未来を考えることで海の未来を考えることで世界で困っている人たちと一緒に何か新しい世界を作るきっかけができるかもしれないそんなことをすごく期待して今日はここに来てますのでぜひ皆さんの力を貸してください我々大人がうまくできていたらこの世の中はもっとこんな風になってなかったなので皆さんのアイデアを共に一緒に考えたいので、えー、今回からよろしくお願いします。 そしてですねこれから一年間授業に参加する高校生の皆さんですよろしくお願いしますお願いしますなんでみんなはここに参加してくださったんですかねミ、えー兄さんはい私は海が好きだから参加しましたあそう好きっていうのは何が好きなんですかやっぱ海の中にいる魚がすごい可愛いなって思って大、うん、好きですだからああそはい,いきっかけがあったんですか いや特にないんですよね。それがもう気づいたら気づいたら好きになってました。一番好きな魚はサバです。サバです。可愛い。ああ、そうか。結構サバ大きいよね。はい。うん。どんなところが可愛いですか。やっぱ目の綺麗さ。あとこのフォルムのなんとも言えないスリムさとか、あとこの太さがいいですよね。あそうか。サバの相当ミーさん好きですね。はい。 えー、さんは、えー、私はずっとちっちゃい小学校の時から家が海の近くなんですけど、はい、ゴミを拾,そうゴミ拾いをしててでその時に声かけてもらった時に、うん、ちょっとなんかこの番組の概要とか見たんですよ。うん、で見た時にや、うん、その私がゴミ拾ってる時にちょっと思ってて、うん、言いたいこともいっぱいなんかそのうち出てくるやろうなみたいなこの先ずっと海洋ゴミとか拾い続けてたら。 なんかその自分の意見とかこの番組で言った方がいいのかなみたいなそうか目の前のもう慣れ親しんだ大好きな海にいろんなこう課題があるんだなってことに気がついたそうそうそうで仲間見るじゃないですか、うん、ゴミの種類とかでそれでもなんかいろいろ思うけど なんか結構参加してくれる人が少ないんですよねゴミ<あ>拾いにもでうちのこそ、うん、の毎年参加してくれる人減ってっててうん,、うん、なんか私が発信したいこととか言いたいこと言えたら地域の子でも見てくれて興味持ってくれたら嬉しいなみたいなありがたいねーそう思って今何言いたい一番今一番言いたいのはえでもとにかくそのゴミ拾うのって別に面倒くさいじゃないですか、ええ、でも 楽しいんですよ。意外と。やってみないとわからないじゃないですか。そのちっちゃな楽しみじゃないけど。それをちょっと一回、なんかやってみてほしいみたいな、その楽しみに気づいてほしいみたいなのを言いたくて。そっか。どうみんな実感で、海、ちょっと今汚れてるかもって思う人、どれぐらいいる。ほぼみんなじゃ。ん。みんなですね。全員ですよ、ね。あ、そう。で、ちょっとワンテンポ遅れてるサマーボーイが。<laughs> <laughs> はい。え、どうして迷ったの、今。あれ、汚れてるかな、汚れて。 綺麗な海も、あるし、うんうん、もちろん汚れてる海もあるんで。やっぱ難しいかなって思っていました、ね、場所によって全然違うんだ。はい、なんか、特徴があるのかな。特徴ですか。うん、えー、えー、や。難しいな。難しいですね、でも。でも、海って言っても、いや、ものすごく今大事なこと言ってもらったなと思って、さっき言った大きな死語よりも、小さな死語がいいねって言ったのは。こういうことなんですよ。 海って言ったらみんなあれかなって思うけどよくよく聞いてみるときれいな海もあれば汚れちゃってる海もあるじゃあなんで汚れちゃったのかなとかあじゃあなんできれいなのかなとか次の疑問が生まれてくればじゃあ現場行ってみようかってじゃあ探してみようかってそしたら原因が分かるから原因が分かったらようやくアクションが生まれる、うん、サマーボーイクはどうして今回の企画に参加してくれたんですかかかそうですね、えっと、昔から家族ととと一緒に海水浴りか 行ったりする機会あったのでそのだんだん昔はそんなに興味はなかったんですけどやっていくうちにだんだん引かれていったというかあれ海っていいなみたいな感じになっていってその時にちょうど先生からこのイベントのことを教えてもらってうん、うん、参加しようと思いました何を一番知りたいですか何を一番知りたい今回みんなと一緒に話し合うことでそうです、ね いやーなんか海ってやっぱりいっぱい問題っていうか抱えてるっていうのはさっきおっしゃっててその何でもいいんでその一つでもその問題がその軽減されるというかちょっとでも軽減されるような案をみんなで見つけていきたいなと思いますうん、うん。そうかもうかもアアイディアあるるってリリッリッツァリッツァァ これからだよいやもう道筋的なところをどうまずは詰めないといけないかういう道筋例えば、うん、その海のゴミ問題を解決するのは例えばゴミを出す人に対して主語を持ってくるのか、うん、出されたゴミを回収する人に対して主語を持ってくるのか<ー>それでやり方だいぶ変わってくるじゃないですか。うん そうだよね主語をどれにするかっていう先ほど大きい主語小さい主語が言ってますけど、はいはい、やっぱ主語って大事ですもうなんて言うんてうですかね <laughs> 誰が何をやるのか何のためにやるのかその誰がをまず決めないとその次の何をするかが変わってくるから何をするかから入るんじゃなくて<え>誰がから入らない坂、えー、さ早速すごい意見出ましたよ立ちょっと拍手だよこれはさあ <laughs> <laughs> 楽しみですこ,んな、ね、これからが本当にみんなと一緒に考えていきたいなと思うのでよろししくお願いします、はい、いや私も福井に来て6年目なんですけれど、うんはい、初めて見た特に霊南の綺麗な海がもう忘れられなくて、ね、もうこのね綺麗な海を守っていくためにも、ね、どうしたらいいのかっていうのを堀さんとそして皆さんと一緒に考えていきたいと思いまます、ねはい、頑張っていいきしししょう皆さん,んよろしくお願いします。よいし さあザワザワ高校いよいよ授業スタートです。ザワザワ高校では様々な分野の専門家が講師として登場します。早速本日の講師をお呼びしたいと思います。高浜町産業振興課の中村博嘉さんです。よろしくお願いします。しますそして高浜町の両親藤本正弘さんです。よろしくお願いします。 簡単にご紹介させていただきますね中村さんは高浜町産業振興課で働く公務員です2021年水産庁主催の海の宝水産女子の元気プロジェクトのメンバーに行政職としては初めて選ばれて高浜町だけでなく県内外の水産分野の活性化に力を注いでいらっしゃいます そして藤本さんは、大阪から高浜町に移住したアイターン漁師です。朝は漁師をしながら、昼は建築設計の仕事を行っていらっしゃいます。高浜町の町づくりにも携わっており、高浜町の空き家活用プロジェクトも手掛けていらっしゃいます。ね、こう聞くだけでものすごく興味深いお二人だなと思いますけれども、まあ後で根、ね、掘り葉掘り伺うとして、若者たちの意見聞いててどうですか、中村さん。 もう私が高校生の時とは全然違うなっていうふうにちょっと感心させていただきましたすごい楽しみになりました何が一番感心しましたもうその 人のことをこう考えるっていうところが、ねうんうん、私の時はそんなことなくもう自分が楽しいか楽しくないかっていうところだったんですけど、ええ、その海とか人とかを考えているということをまず、一番最初に聞けたことでちょっと今日私もっとしっかりしないといけないなというふうに今感じてますでもあのー、発見もいろいろあったんじゃないですかこの高浜に来てもともと京都舞鶴出身で。 なのでこの高浜らしさ私の思う高浜らしさと皆さんが見つける高浜らしさっていうのが一緒なのかそれともまた違う視点なのかっていうのをすごい楽しみにしたいなとえよろしくお願いします,しします藤本さん <laughs> どうですか何を誰がどうやってやるのかちゃんと明確に考えないと進められないっていう、うん、そういう意見もあったしすごいですねいやもうなんかでもみんなのあの サバが好きとかいろいろみんな元気な感じとか聞いてもいいねっていう感じが藤本さんも学生の時にこの高浜で、はいはい、いろんな努力やってます、ね、から。 はいろいろここが面白いとかいろいろ言っててまたフジモンが何か言っとるわみたいな言われながら全部おも面白いんですみたいなもう言ってるとこ街の人もお面白いかもみたいな言い出したりするのをなんか一緒にやってきたんでそういうバカがあんまりいないのでそういうバカがいっぱいいてくる <laughs> あちょっとこれ言いいづらい <laughs> そういう気合いのある人たちがいっぱいいるなと思って楽しみにしてます。そうだね、じゃあ皆さん一緒に考えていきましょう さあそして今日は特別ゲストもいらっしゃっているんですね。はい、そうなんです。早速なんですけども、今日は皆さんに紹介したい人がいて本日お呼びいたしました高浜町長の野瀬豊町長です。お願いします。お願いします。ますよろしくお願いします。ます町長どうですかこの若者たち。いろんな福井県内各地から集まってくれまして、はい、早速思いを聞かせてもらっています。 いやあの私も冒頭の少しお話聞いて、まあ、非常にです、ねそのえー、物事に対する編集力が鋭いなというふうな<ー>あの印象を持ちましたそういった意味では、まあ、今回の企画非常に期待したいと思いますし、うん、ぜひ皆さんのお力を貸ししてくださいいお願いします、ね、あの優秀な思いのある若者たちがここに集まってくれました逆にもあの何期も勤めていらっしゃった町長としていや実と町としてはこれは、ね、もっとよくしたいんだよと。 でも正直とまだまだアイディア足りないまだまだ実行足りないそういうジレンマみたいなのってか抱えていらっしゃるところありますかはあまい、あのーまあ、ご多分に漏れず高浜町あ人口減少とかっていう課題はあるんですが、まあ、その,あの前段といいますか、まあ、日本全体としても社会構造が大きく変わってます、えーまあ、当然あのいわゆるまあウェブ3.0みたいな話も含めてですけど まああの社会のシステムとか価値観というのは変わってますのであのこれまでと同じやっぱりサービスであったりものであったりというものと今求められているものが乖離りが出ているんじゃないかなという気がします。高浜町においててもも一緒ででしし、まあ、例えば漁業もそうですし 海水浴とかの観光もそうですけどいや今までこれやってきたからっていう部分からちょっと新しい価値に転換する必要があると思ってるんですが、うん、まあそこで必要なのが人でしてやっぱりあの新しい価値を想像できる引っ張っていけるまあイノベーターといいますかそういう方そしてまたそれを担うプレイヤーの方。 まあ、こういった部分が、まあ、地方においてはですね、なかなか、まあ、今不足していると言いますか。うんうん、えー、プランはあっても、なかなかそこから先に進めないという、まあ、そこがジレンマではあります。はい。どうですか、もう、あの、うち高浜でやってよって言われたら、行くよ、やるよっていうふうな、気概のある子って、どれぐらいいる?。お、おお、上がった。ミユみゆ、どうだた。どうして手あげた <laughs> どうして、面白そうだと思った。うん、面白そう。何が一番面白そう?うん。 なんか別の地域でやるっていうこともそうなんですけどその行動を起こすっていうことがチャンスがないとできないのでそのチャンスを逃したくないなと思って今手挙げましたああそう逆にこの機会に町長に聞いてみたいっていう人いる、まあ、こういうい、ま、さながら記者会見の会場みたいになって <laughs> ねみんな記者だと思ってさ早速でいっつ手を挙げてくれていろいろ人を聞いてみたい主語を明確にしたいって言っていたけども、うん、町長に何聞きたいですかそうっすねまず町長の目標としては この高浜町をその他の地域から多くの人を移住させたい町にしたいのか、うん、今いるいじ移民移民じゃねえは今いる <laughs> 住民を外に出さないもうこの街で住み続けられ住み続けたいって思う町にしたいのかどっちむちゃくちゃいい質問だねうん <laughs>、うん、もうあのー、ひ。 まあ政治家としてはねあの非常にちょっとありきたいなお答えになるかもしれませんけど当然、い今いる住民の皆さんに選ばれてますのでまず住民の皆さんの満足感とかまあそのこの街に住んでよかったと思っていただけることをまず基本はやっていきますただ、やっぱりそれをやっててもさっきの話じゃないですけど人口が毎年100人余りずつ減ってますのでやっぱりあの外から入ってきていただくことも大事です。 まあそういった意味ではまあそういった部分の寛容性みたいなものもですねえ町としてやっぱりあの身につけていく必要があるのかと思いますのでまあそういうい外から評価を受けることと中の満足度とまあこれシンクロさせてやっていきたいというと贅沢ですけどはいいやでもあれですよ、ね、町長まず足元の住民の皆さんが本当にこの町で良かったと思っていることはきっと外にもどんどんんどんどん広がっていくでしょうという。 そして次はじゃあ外から中にどうやってっていうその両方が必要だということですよね。うん、そうでですすねねやっぱりです、ね、あのよくあるんですけど高松には高校がないんですね小浜市に行くことになるんですけど、えー、どうしても高校生になるとあの地元との接点が薄くなるので勢いやっぱり大学も当然ありませんから、まあ、県外に出られるというところが、まあ、どうしてもあるんですがやっぱりあの。 親御さんもですね もうなんか自分の人生歩んだらみたいな、良くも悪くも、えー、いや都会出るんならいいよみたいな、うん、昔だと長男だと、なんか首に縄つけられて、なかなか出してもらえないみたいな。もう、地元にいてくれ、<laughs> 家にいてくれ、家業手伝ってくれ、えーね、今、そんなことできませんし、そんな時代でもないんですが、やっぱりあの地元の人がですね、やっぱりいずれ帰ってきてほしいなということを思うことは大事ですし、いや、帰ってきてくれるとありがたいなと思うことは。 言葉に出したりすることは大事なのかなと。そういうふうに言葉に出して帰ってきてもらえるような。印象を今の自分の皆、住民の皆さんに感じていただくと。うんうん、まあ、そういうことは大事だと思いますね。いや、もう好きで帰ってくる。楽しみで帰ってくる。あ<の>、はあ、こ質問。うん、今玉船一回動,動いた、今ね。おいー、あの、いいの?。もうちょうちょうこの後帰っちゃうよ。<laughs> 公務で忙しいからね、みんな。 聞けるチャンス最後じゃあちょっと熊まってみようか。そうですね。うん、えー、町長が思う一番の高浜の魅力って何ですか？聞きたいね。えー、まあ、魅力とか高浜らしさっていう部分でやっぱりあの海だと思います。あの今日はこの漁港の場所ですけど。 あの若狭和田ビーチっていうのがあるんですけど、えー、ブルーフラッグっていう国際環境認証を受けているビーチなんですけど、えー、そこからのですねこの青葉山今日曇ってて見えないかな青葉山っていう、まあ、宇宙のシンボリックな山があるんですけどそれを見るねあの景色がねもう抜群でしてまあ他所から来られた方はそこを連れてくると、まあ、こんなところが日本にあったのかというふうにまあもう幾度と言われます。 そういった意味ではこの海っていうのが高浜の場合はやっぱり売りなのでこの海をどのようにしてまあ誇りに思えるようにするのかまた、他の人から評価を受けるようにするのかっていうことがまああの高浜の魅力でありあのその魅力を磨いていいいてくことととがが大事だと思います、はい、ありがとうございますえみんな拍手、町長、最後にまあ海、もっともっと主語を絞っていくと海の観光。はい 海の産業、海と自然の共生、そして海と暮らしいろんなテーマがありますけどもまさに今回の企画、最後に何を期待したいですか、メッセージをください。まさにあの今、堀さんおっしゃられたように、例えばあの水産業、漁業ですと、昔から漁業の町ではあるんですが、ああこういった新しいにあの施設もできましたので、今、鮮度保持が非常にあの技術的に高くなって。 なる設備が導入されましたそういった意味ではただ単に取るんじゃなしに付加価値をつける上で鮮度を多少より良くするっていうこともこれからの漁業に必要でしょうしまた育てる漁業といいますかね取るだけじゃなしにやっぱり育てていくっていうこともそうですしそういったちょっとベースは変わらないんだけど手法が変わるといいますか。観光も海水浴がですね 昔、まあ、私が子どもの頃はもは年間、ひと夏で,です、ね、2か月で大体いい100万人ぐらいの海水浴客来たんですけど今も20万人切ってます、えー、そういった意味ではせっかくのこの海をです、ねまあ、泳ぐ,泳ぐその観光ツールからある意味、癒す観光ツールといいますかね、数年を通して。 眺めてるだけでもなんかホッとするとか癒されるとか、まあ、そういうような観光の切り口の観点を変えることも大事だと思いますので、まあ、いわゆるあのちょっと視座を変えてイノベーションすると、ええ、そういうことをまあやっていく必要があるなというふうに感じますイノベーターたちとしての皆さんのアイデアを期待するということですね。はい、町長ありがとうございいまましししたよろしくお願いします